今回はこのコロナ禍にですね、エミレーツ航空ファーストクラスを利用したので、その時のことをご紹介したいと思います。まずは大阪から特急はるかに乗車しました。この時2020年7月関西空港行きの特急はるかには誰も乗っておりませんでした。私にとってコロナ禍初の海外渡航なので本当にドキドキしておりました。出発ロビーもとっても空いています。ラウンジ閉園もかろうじて営業しており、本当に助かりました。エミレーツ航空のチェックインカウンターには50人ほど並んでおりました。制限区域内のお店やラウンジもほとんど閉まっておりました。こんな静かな空港は初めてです。唯一こちらのデューティーフリーショップだけ開いておりました。シャトルが動いていなかったので歩いてゲートに向かいます。帰ってきたらこちらで検疫が行われるのですね。ラウンジもお店も開いておらず、本当にお腹が空きました。今回はドバイ経由でバルセロナへ向かいます。こちらがビジネスクラスですね。こちらがファーストクラスになります。中東系の機材はきらびやかでとってもゴージャスです。初のコロナ禍の渡航だったので個室タイプのファーストクラスにしました。日本からドバイまでの間はファーストクラスはなんと私一人でした。なんとこちらのドリンク冷えておりません。コロナ禍でしたので CA さんも極力接触を避けるという方向でサービスを行っていらっしゃいました。他の航空会社が多数欠航していたのにエミレーツ航空には感謝です。この時 PCR は必須ではありませんでしたが、その後すぐに PCR が必須になりました。で、ファーストクラスの機内食です。コロナ禍でしたのでこのような機内食でした。かなり珍しい体験です。さて、ドバイに到着いたしました。こちらの衛生キットを渡されました。残念ながらファーストクラスのラウンジは閉まっており、一つ空いていたビジネスクラスのラウンジを使いました。ビジネスクラスのラウンジでもお食事はちょっと残念なものでした。いち早く QR コードのメニューが採用されていました。シンプルなお食事でもコロナ禍なので仕方がないですね。それにしても何回も言いますがお腹が空きました。オーダーしたブレックファーストのお食事はこちら。実は早朝でしたので空いていましたが、この後だいぶ混んできました。この時はラウンジのシャワーも使えませんでした。時間になったのでドバイ発バルセロナ行き。この時期はですね、やはり大型機材は飛んでおりませんでした。それでもこの時期頑張って運航しているエミレーツには感謝です。この時ちょっとびっくりしたのか、ドバイ発の便は意外と乗客が多いということです。しかもファーストクラスはなぜか移動するクルーの方、きっと機長さんなんですけど、たくさんいらっしゃいました。スペインに入国する際の書類を配られました。ドバイ発の機材はですね、日本発よりもお食事が大変充実しておりました。こちらのマッシュルームのスープなんですが、見た目より美味しいです。そしてなんといってもファーストクラスといえばキャビアですね。本当に満たされました。お腹が空いていたのでスイーツまでオーダーしてしまいました。
して2度目のキャビアとマッシュルームのスープをいただきました。紅海を抜け気づくとエジプト上空、なんとこちらではピラミッドが見えました。ギザの3大ピラミッドです。そして無事バルセロナに到着。 See you next time.